コンスメプラスボーカルもえみとベース石です。ダツチです。はいはい、始まりましたスムートーク、はい。この番組はみんなで一つテーマを決めてね、うん、話し合っていくっていう、ゆるい番組なんですけど、今日のテーマは、じゃあもえみからいく、はい、今日のテーマ、好きな麺類。好きな麺類めっちゃむずない？麺類ってどういうこと？醤油ラーメンと塩ラーメンは違う。一緒あ、一緒ラーメン、そうめん、うどん、パスタ。太さとかは？うん。ペンネとパスタ。ペンネは麺類じゃない。おスパゲッティ、スパゲッティ。フィットチーネと、フィットチーネとスパゲッティは一緒。あマカロニは？マカロニも麺類。あじゃあ、きしめんとうどんは？は違う。違う。稲庭うどんと普通のうどんも違うじゃん。一緒なそこだいぶ違うやろ。ちょっと手本見せてよ、じゃあお前に。いや、むずいね。麺類好きやねん、それを考えると。でも、でも、テーマ考えた時は。でも、うどん。うどんが一番、なんか、白ご飯に近いというか、一番いろんな。ネガティブな、あれでうどんなの。いや、なんやろ。すごい消去法でうどんになる。違う、うどんうどんの良さ言ってる。うどんのいろん麺類は基本的に美味しいし、ラーメンも好きやし、焼きそばとかも食べんねんけど、なんかうどんが一番落ち着くというか、なんか普通に食べても美味しいし、なんやろ、サラダうどんみたいにしても美味しいし。なんなんサラダうどんって。サラダうどんは、うどんに、レタスとか乗っけてマヨネーズかけて食べんねんけど、麺つゆみたいな。だしは？あ、それはあんねん。ではそういうのも美味しいし、なんかなんやろ、なんか私うどん美味しく食べるのめっちゃうまいと思うねやん。それはうどん料理が得意っていう。そう、なんかうどんがなんかあこれしたら美味しいなっていうのがすごい分かりやすい。うどんそれうどんじゃなくてうまいんじゃん。パスタはねもうそんなことない。あそう。うどん手軽やし好きなんですね。うどんラブ。まあ俺完全そうめん。そうめん。あ、そうめん一生食べてるイメージあるわ。うん、俺もずーっとそうめん食ってるから夏。なんかそうや、私何回か振る舞ってもらったことあるもん。なんか、もえみ、そうめん食うかって、え、うん食べるとか言って、あ、じゃあいただきますって、一心のそうめん食べたこと。俺すぐそうめん湯がくから。すぐそうめん湯がく。いやもうラックやねん、一番。ほんとに。で、俺な、今東京に来てからは、俺の真ん中のお姉ちゃんがそうめん送ってくれんのよ夏に。ほうほうほう。でそれと麺つゆ送ってくれんねんけど、またそのつゆがめっちゃうまいやつが来んねや。いいやつだよ。いいやつやねんな多分。イボの糸。いや、え、じゃない。田んぼの糸じゃなくて。あれイボの糸や。イボの糸。イボの糸。あ、イボの糸。じゃないで、そうめんもそうじゃなくて、なんか小豆島かなんかのやつやったと思う確か。で、だから俺ちょっと。春が過ぎたぐらいになるとちょっとジャブを打つ真ん中の姉ちゃんないつものそうめんなくなったわやってそうでまあそうだから起きて朝でもいけるし夜でもいけるし、しかもそうめんってマジで一瞬でできん。1分か2分湯がいたらできるほんまちょっと沸かしてもうパッてやったらで俺なんだっけケトルってあるよ、ケトル沸かしてそこにそうめんぶっ込んでもできんねんケトルってあるやん、あれ蓋開けて沸かしたら沸きっぱなしなんで、そこにそうめん入れる。そうそうそう汚れちゃうやん。いや、洗ったらええからだから夏が好きなんやいや、まあ、そういうわけじゃないけど、まあ、ちょっと前回の見てくださいまだそうめん、そっちは。俺は、麺、その特定の麺なんですけど、カップラーメンの麺が好きなの。そうなんや。どのカップラーメン？意外。これはシーフードが一番好き。あ、カップヌードルね。カップヌードルか。はいはいはい。しじれ麺みたいな、一回フライに揚げてる、あの麺が好きなんです。俺別にラーメンよりうどん派なんですけど、うどんよりも、カップヌードル。知らんかった。俺たち日清の記念館も行ったしな。行った行った。だから俺なんだろうな。やわ、もちっとしてね、なんかチープな感じ。豚麺ってあったじゃないですか。はい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 、まあ、あれがちょっと好きだったんで、それを多分受け継いでるのか、なんかチープな感じがちょっと好きなんです。ついついの友達、豚麺のさ、器食べたって言ってたよな。吉田くん。発泡スチロールの。なんで？蒸して食べてたらしい。いや、なんか、学
校に、まあ、コンビニがあって、うん、そこでも買えるんですよ、はい、豚麺が。なんかあの駄菓子屋もちょっと入ってるみたいな、うん、そこで豚麺が売ってて、で吉田くんはその豚麺を買って豚麺食べてたんですけど、その後その周りのあれも食べ始めてえと思って、あ、俺食べれるんだと思って。駄菓子だから俺はその時知らなかったんですよ。そんなわけないや、食べた、そんな食べたことなかった。ああの箱自体も食べれるんだ、あれオブラート的なやつだあれと思って、あ、だからなんかなんだなんかよくあるじゃない、パイとかで周りも食べれるみたいな、モナ王みたいなことや、ああいう感覚なんだと思って、あ、俺食べたことなかったわと思ってその話をしましたモナカ的な俺今何あれ謎なんですけど、ね、みんな真似しないよ。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コンソメプラスの YouTube チャンネルでは MV や歌ってみた、演奏してみた、ライブ生配信なども行っております。最新の動画はこちらからチェックしてください。動画を見てなかなかええやん、ちょっと応援してやろうかなと思ってくれた方はこちらからチャンネル登録してください。その他コメントや高評価もお待ちしております。じゃあねー。